向こうが初芝なんです。実はですね、初芝の駅のロータリーのところで止まるというような、深いの方から来た方向ね、あれで終わりちゃうんですよ。ほんまはこっち側のこの道を高松の100円高速の下のスシローがあるでしょ、あの辺へ抜けるような、そういう道がねこれできるという本来の予定らしいです。だからこれ新しい家建ってますけど、セットバックしてるでしょ。これが正しい位置なのかどうなのか分かりませんけども、多分正しい位置なんでしょうね。でこれがずっと抜けてこのまんま100均の下へ行くんですけども、これハイツみたいなの建ってるの新しいですよね。これ新しいの建てて大丈夫か、こっち側潰さんでええかしらけど、こっち潰さなあかんやろとは思うんですけども。で、まあ、これを見に来たのは別の用事がありましてですね、この道なんですけど、さっきにですねここをね、これがこう日々行ってこっち側のお店のとこへも旬でくるということで、まあ、これは野田と議員が言うてなんか細工を市の方もすると言うんですけども、こうひび割れたりしてるでしょ、だからこそこうお店の方へ旬でくるんやろうと思うんですけどね。これどないして直すつもりなんかよう分かりませんけども、それよりもこれですよ、ひび行ってるの分かりますよね、いっぱいひび行ってますよね。ということはこれ舗装やり替えんとあかんことですよ。これね、これあっちもこっちもひび行っとるでしょ。なのにもかかわらず、これ見てください、止まれ、これ3年5年前につけたやっちゃいますよ。これ見てください、 R4 ですよ、 R4、 これ令和4年ですよ。ということは今年これやってるわけですよね。これやってるのはこれ大阪府警察の予算なんです。でこれは一道なんですよ。だからこそこれ道自体は堺市なんだけども、まあ行政がちゃうんやからバラバラでね、まあ好き勝手にやったらいいやないかということになりませんよ。よくよく考えてください、大阪府と大阪市で不幸せというようなことを維新は言うてましたよね。でそれはなくすというなんでしょ。でそれがなくなったからこそ、都構想をする必要性がなくなったというようなことを言うわけでしょ。堺市ってどうですか。堺市の首長は維新ですよ。ということは大阪府と堺市の不幸せもなくなったということじゃないんですか。でもこれ見てください、堺市が先にこれを歩道のきれいにするという、歩道というかこの舗装をねきれいにするようなアスファルトを敷き直した上でこれ敷くんやったらわかるけど、これもう一回堺市はこれアスファルトめくるはずなんですよ。ということはこの塗装だけは浮くんですか。浮いて残ります。残るわけないでしょ。ということはこれもめくられるんですよ。全くの無駄ですよね。これがだからその維新行政のアホなやり方です。ただこういうことをやってるところはたくさんあるようですけども、逆にですねきちんとやってるとこも近所ではあるんです。金田の方のですね、初芝から金田の方へ抜ける道、金岡神社がありましてですね、中間のとこから見たら、裏川というか浜川なのかな、ね、だからあそこの金岡神社のあの前の道、金田郵便局とかあの辺の前の道はですね、確かにこう綺麗になって、その上でこれやってますわ。でもそれが当たり前の話じゃないですか。これ税金ですからね、無駄に使うたらあかんにもかかわらずこんな日々割れてるの、これ分かってるはずなんですよ。誰がどう見たってね、これも日々割ってるとこ入ってんだから、それをこれ引くときに大阪府警もこれ言わなあかんよね。これ堺市と話をしてですね、これ道めくらへんのかほんまにと、これ旬だら旬だらというか日々行ったらこれ劣化した状態のままこれずっと何年もあとほっとくんかと、5年10年これほっとくということを堺市が言うてるんであればですよ、ほんなら大阪府としてもこれ止まれを消えてんのを色塗らんわけにいかんので止まれ書くでということは分かるわけです。その話をほんまにちゃんとやったんかということです。でもう一個はこれ5年10年堺市がほっとくということになればですよ、それはもう一つまた別の問題になってきますよね。だから結局その堺市の市長がですね維新になってもう3年経ちますからね、半年ぐらいやったら前の市長の予算がとかそういうことで、いやもうそれはしゃあない部分があるかなというとこはあるのかも分かりません。ところがですね違いますから、3年も経って堺市長が維新になってもですね、まあこういうような無駄をやっとるということです。でこのような無駄をやったツケは身を切るというかね、市民の身を切らせる改革ということで市民サービスの削減へとつながっていくという恐ろしいお話でございました。